なんでダメだったの？急に切れない。急に切れないけど、しかも電源は切れてないから。じゃあ、後々聞き返せばさ、ああ、撮影停止コマンド言ってるわ。ねえ、言ってるわってなるかもしれない。そうだね、メモリーカードそんな減ってると思えないよ。今実際あと7時間撮れる感じになってた。バッテリーも変えたばっかだもんね。うん、なんでだろう。怖いね、今までのデータ全部消えてるとかなんですよ。やばい、やばいね。ショック受けるよ。ああ。気をつけろ。キヨ編始まった時ちょっとやっぱ面白かったよね。ああ、エイジ、あの新しいショー始まった瞬間は面白いっていう。アセメンも最初の3話ぐらい超面白いからね。そっからつまんないけど。ああ、でもつまんないって言ってもアセメン総合的にマシな方だよ。そうだね、まだちゃんとしてるよ。なんかやんなきゃ言えないとこはやってる感じするよ。ああ、全体的に。メガネの女死ぬ人だなって言ったら死ぬしね。あとスーパーパイロットになればいいんだっていうところもまあちゃんとしてると思うよ、あれね。うん、まあ家庭のそのマジシャンズエイドとか雑だけど、エイジさん、もっとうまくリブートすればさ、絶対名作になるんだよな。なる。フリット編とかもさ、やりようによっては面白いんだよ。ああ、なんかいろいろなことが微妙なんだよね。骨組みは、骨組みっていうか、骨組みにつけるパーツはいいんだけど、骨組みがダメみたいな。ああ、そうだね。うん、肉はいいんだよね。そう、肉はいいんだけど骨ダメなんだよ。ああ、あれ骨立ってればもっとね、うん、いい肉どんどんつくんだけど。うん、1年やってる割になんか積み重ねがあんまない感じ。ああ。それやるよね。いや、ずっとこの放送さ、うん、30分ぐらいこの指にカチューシャはめたままやってるからね、実は。ああ、なるほどね。相当長い間はめた量がね。どんなマラカスばっかり振ってないで、ちゃんと操縦しなさいよ。クララっていつからいたっけ？クララ劇場版からだ。急にいたよね。うん、急にいたことになったからね。あれってさ、新入生ってことではないよね。違うんじゃない、たまたま画面に映ってなかっただけで。ローズヒップ、そうだよね。学年変わってないんだもん、あいつら。そうだよね。日本語で喋りなさいよ。最終章3話ではどんな面白い新キャラたちが増えるかね。絶対キャラは増えるよね。ああ、そうだね。これまでキャラ増やさなかったことないよね。あ、 2話って増えたっけ。2話はまあ増えてはない。あ、ちょっとあれか、毎回別にキャラ増やしてるわけではないか。まあ、あのモブ的チームは出たけど。ああ、そうだね。うん、モブ的チーム。モブ的チーム。あれさ、プロマイドのさ、我々やったのあるじゃん。うん、あれの一段調べたらさ、うん、結構欲しいの多いんだよね。うん、あれさ、逆になんで2018年の2段がさ、うん、今どこにもでもあるのかさ。うん、そうだよね。一段とか再販やってないよね、どっかで。うん、欲しいけどね。ね。さっきもいっぱいガルパンの謎のカード売ってたけどね。そうだね。あれ、ウエハースかなんかあったのかね。あのなんか放送的にウエハースだよ。そうだよね。うん、あれ3段とか出ないのかな。今のところ情報出てなかったけど、うん、出すなら今なんだよね。劇場版2やってるから。そう、うん、3段がいつになるか分かんないからね。ね、再来年だよ、多分。早くて。まあそうかな。オリンピック後でしょ、少し。あ、そうか、オリンピックかぶせるわけないもんね。これさ、眩しくなる予感だよ。ああ、今、新作アニメでガールズパンターやってるからね。ね、再放送を。次回、マラカスです。サブタイトル全部なんとか出すんだよね。ああ、ガンダム、大地に立ちます。劇場版ガールズ&パンツァー対機動戦士ガンダム、大地に立ちます。どうだろう、 ガルパンの方式だとさ、大地に立つですじゃない。違うかな。違うか。違うよ。立ちますか。大地に立ちます。正義の怒りぶつけますだな。なるほどね。うん、銀河に向かって飛びますと。そう。ガンダムのオープニングさ、あれ短い
いから多分3番つけてるんだろうけど、ああ3番中途半端に切ってるよ。あ、銀河へ向かって飛べよ、蘇るガンダム君をつかめ、銀河へ向かって飛べよガンダム、どうせ死ぬガンダム、中途半端につけてる3番。 あれで馴染んじゃってるけどね。ああ、だからカラオケでやるとさ、普通に2番始まるからさ、ああなんか違うなってなる。それあるよね、うん、物足りないやつ。仮面ライダー X も、ああ最後仮面ライダー XXX って繰り返すやつが、ああフルサイズだとないか。そう、あのね、割とテレビサイズだと繰り返すやつがさ、そうフルだと繰り返さないの多いからさ、あれ盛り下がるよ。鉄火マンも、鉄火マンやるぞペガース2回やるから、ああそれないから。あれ、ああいうの結構残念だよね、我々としては。2番いかねえんだみたいな。タツノコなんか2番いくやつ結構あるやつ。なるほど。2番になると歌詞表示がなくなるんだよ。あーゴーダムとか。なるほど。ゴーダムとか、テントウムシの歌とか、ハクション大魔王とかの辺が2番いく。おお。2番は歌詞なし。東映系も多かった気がする。なるほどね、昭和は。あ、仮面ライダーもあるだろ。ライダー、仮面ライダー、空気よけて、確か2番言ってた、ね、オープニングで。なるほど。後半のオープニングで、ああ後半の仮面ライダーなんかライダーアクションで始まるのがさ変な感じで、ああ今までエンディングだったのがオープニングになるから。なるほどね。ああ始まったのに終わる感出てるから。今さ、うん、ああいいんだ、もう自己解決しちゃった。あのさ仮面ライダーのエンディングを思い出そうとしてたらさ、うん、赤いって浮かんできてさ、レッドマン、そう、これなんだっけって思ったけど、レッドマンだよ。仮面ライダーのエンディングは嵐、あ、そうだそうだ、やってきた、あ、面白いやつだよ。あの、ぐるぐるバイクで引き殺そうとしてるやつだよ。それで、歌が嵐の仮面ライダー戦回せ、吹かせ、あ、そうだ、エンジン吹かせ、スピード全開、サイクロン、すごい微妙なテンションだよ。なんか情緒不安定だよね、そこ。フルサイズだとさらに変な、うわ、テレビだとサイクロンって言ってるのが、うん、サイクロン。ああ、なるほどね、うん、あれいいんだよね、エンディングでさバイクで戦闘に引き殺そうとしてるのってさ、それ機械だじゃねえか。仮面ライダーもあったっけ。あのね、初代か V3 のどっちかそうだったと思うんだよ。V3 が初代のその映像で記憶にあるのは橋の上とかで戦ってて、あ、戦闘員落ちていく印象あるけどね。バイクでさ延々戦闘員引き殺そうとしてるの、じゃあ V3 かな。機械だのオープニングは戦闘員引き殺そうとしてたよ、バイクに乗って。なるほどね。V3 どうだった。でボムだって機械だの記憶が頭にあるわけないからさ、なんか機械だ見た記憶あるけど、ね、我々ね一緒に、あ、そうかと。あの、なんかグレーサイキング出てきてさ、なんか工場のおっさんみたいなのがグレーサイキングになんかタックルかなんかされたらガラスみたいな感じでおっさん割れて、あれシーンあってさ、ばあちゃん家で見たか。そう、機械だの1話。あれどうだろう。でも V3 も多分引き殺そうとしてると思うんだよな。なんか仮面ライダーで引き殺してるのあったと思うんだよ。まあ、引き殺しちゃわないけどさ、避けてるから。そうだね。機械だのオープニングは確実に引き殺そうとしてた。ずっとなんか荒れ地みたいなところで走ってサイドカーで。ああ、でもサイドカーって言われたらそんな気してきたな。機械だかもしれない。ずっと引き殺そうとしてるからね、サビぐらいまで。そうだよね。あれ機械だかな、じゃあオープニングで。でもオープニングか。どっちもなのかな。 V3 のエンディングもなんかバイク乗ってた気もするけどね。採石場みたいな場所で延々戦闘に引き殺そうとしてるの V3 じゃなかったっけ。機械だも確実にそれだけど。あ
ちょっと気になるね。仮面ライダーのオープニング映像どんなんだったって言われると大体バイク乗ってる印象しかないからね。難しいよ。 RX まで全部バイクに乗ってる映像だもん。あ、平成あんまり乗ってないよ、アギトぐらいで。そうかもね、アギトだけはずっとバイクに乗ってるんだよ。あ、またバイクに乗ってるだけの映像やればいいのよ、たまには。ちょっと面白いかもしれないね。 RX もバイクに乗ってるだけだからね。 あのかっこいい感じの歌だよ。鳥すげえいっぱいいる。本当にすごいね、おびただしい量だって。100匹ぐらいいるね。ブラックは歩いてきてバイクに乗ってる、バイクに乗ってるやつだよ。ああ、そうだ、なんかわかるそれ。途中ちょっとガラス割ってたかな、バイクで走って、体当たりして。なんだろう、一番ひどいオープニング映像選手権ちょっと開催してみたい。つまんないオープニング映像多分いくらでもあるよね。でも第1話の映像使い回し系は除外だな。あ、なるほどね。それつまんないだけだもん。昭和の特撮がほぼ戦ってるだけだからね、映像。あー、オープニングエンディングってね。乗り物乗るか。なるほどね。これ言っといてなんだけど浮かんでこないもんね、パッと。つまんないオープニング映像ではやっぱさっき言ったビデオズとかになっちゃう。ああ、ちょっと思ってた、ね、使い回し系。ああ、そうだね、使い回してなくてつまんないってよっぽどだもんね。ね、探しはあるんだろうけど。ゴーディアンも使い回し系だけどあれ面白いもんね。ああ、むしろ面白いね。すんごいゆっくり歩いてきて敵踏んでで、ちょっとサビでさ急にテンション低くなって踏み潰してるんだ。それ面白いな。最後1個だけパンチして終わり。これだってもうさ、僕これまでの放送で何回言ったか分かんないけどさ、うん、群がる敵へと身を踊らせてつってレレテレテテレテレテの後にさ、どう続くのかなって思ってたらさ、まあドクターキチのってさ、テンション下がってるから、すごい、なんかもっと上行くだろうって感じなの。身を踊らせててれててれててれてってなったと思う。なんかもっと上からだけその後てれてれてれてまあドクターキーチ、明らかにテンション下がってるもん。あんな低音のオープニングないよね。ねえ、サビでさ低すぎだよね、歌いづらいよね。一番盛り上がってんのサビ直前の身を踊らせてだね。だって歌い出しからなんか音低いもんね。あ、そうだよね。あ、赤い獅子王は、てかさ、今それ言って分かったけどさ、一番最初までサビのテンション戻ってんだね。ああ、そうだね。ねえ。で、赤い獅子はで始まってサビが、まあ、ドクター、全く一緒じゃん。赤い獅子はの、和の歌いづらさすごいよ。赤い獅子は。これさ、口ずさんで見ると分かるけど、確かにね、和言いづらいよね。この低い音で。赤い獅子は。全然歌えないよ、あれ。その色の高くて歌いづらい歌はライダーとかでいっぱいあるけどさ、ね、低すぎて歌いづらいから、ね、そうだけど逆にだから、じゃあ高く歌えばって言われるとさ、うん、赤い地上って逆に歌いづらいもんね、高すぎて、うん、やっぱり低い方で行くしかないもんね。ゴーディアンでそこよりもやっぱりサビ前のさ、うん、身を踊らせてのが上がってるもんね、うん、群がる敵へと身を踊らせてね、キチの奥深く怒りの鉄拳ね。ゴーディアン斬新だよね。あのローなのにさ、あんな地味な配色のやつなかなかないと思うよ。ああ、ないよね、主役ローなのに。あ、青と白だからよくやってんね。ああ、ガービンだけど、なんなら真ん中のデリンガーの方が赤でさ、そうだよね、主役っぽい見た目の色してるよ。プロテスターのねね、一番下の、なんで一番メインのやつが地味な色なんだろう。逆に明るい色のやつもうやり尽くされてみんな飽きたろって思ってた頃だったかな。タツノコプロのセンスなのかな。あ、ゴールドライターも全部金だからね。まあそうか、今度はゴールドライター口あるけどさ口動かないからね。あ、本編でも口動かないんだよね。なるほど。
口の周りになんか電気みたいな走ってるエフェクト出て、うん、その時喋ってる。ああ、そういうことか。うん、いやー、なんとかだね。なるほどね。多分敵が襲ってきてると思うよ、みたいな。はあ。すごい喋るからね、こう、ゴールドライター。もうなんかさ、ゴールドライターって名前も相まってさ、形もそうだしさ、うん、ずっとあれ僕、ライターのロボットだと思ってる。ライターのロボットだよ。そう、あ、あれライターだよ。あ、やっぱそうなんだ。合ってんだ、うん、あれはライターだ。やっぱそうなんだ、うん、斬新ね、子供向けのやつでライターが変形するね。え、あとまあなんかこう素人に見せたらサンシャインと見分けつかなそうって、うん、あれ多分サンシャインの方が後だと思うんだけど。ああ。ほぼ同時期だけど。あ、そうなんだ、うん、あれ送った子供どうかしてるよね、そう考えると。ねえ、うん、要はゴールドライター見て送ったのか。それを採用する理由でもなかなかないよ。ああ、え、どっちが詐欺なのかよくわかんないよ。いや、まあだってゴールドライターの方が多分後っていうことはないと思うよね。ああ、サンシャインだってゴールドライターそのものだもん。ああ、ちょっとより立体的になってくる。ああ、ああ、二世とかになってくるともう別物だけど。なんか結構こう違う形ついてるもんね、肩とか。ああ、今、悪魔超人のボスだから。あ、そうなんだ。うん、直々にボス判定されてるからね、悪魔将軍に。うほー、お前が背負ってけよみたいな。でもその後、じゃあ2世のあんな感じになったんだ。まあ、まあ、だからこそ2世で残ってんだよ、あいつが。なるほどね。ああ、よくやってるよ、サンシャインは。あの、串カツ屋で曖昧にキャベツ食えっつってる。ああ、アシュラマンとかも正義超人に行っちゃったから。そうだよね。まあ、今の時系列的にあれその後行くのか謎だけどさ。ああ、今また悪魔超人戻ってるから。なるほどね、うん、これでアシュラマン正義超人行ったらちょっと嫌だもんね。ああ、サンシャインだけが残ったって。いやな、ああ、ジェロイ、ジェロイはジェロイも一回あのキャラクター紹介で間違ってアパッチって書かれてたし、有名なジェロニモがやられてる時、ジェロニモが客席にいるやつ。あれだから、あれアパッチ、アパッチ説で。実はあれアパッチね。アパッチ、うらら、ジェロニモは超人になる前の方が活躍してるから。ああ、そうだよね、超人になってからなんかちょっとろくでもないやつになってる。クソ絵みたいなやつだよね。え、うん、だから最新のシリーズでもなんかろくでもねえし。ああ、でもアパッチの雄たけび食らうとやばいねっていうことをストロング・ザ・ブードが言ってるだけマシだけど。なるほど、うん、あいつ一応最強格のやつなのに警戒してるぐらいにはあの技強いってことだよ。なるほど、うん、まあ、サンシャイン倒してるもんね一回。うん、だって俺は人間だから。あの、あいつなんか結構思い切りがいいというかさ、なんかこう村長が子供を殺そうとしてて、試練の時に、そうで、その試練の時にさ、できないのをなんかやれるようになれみたいな、そう言われてる、うん、ちゃんとできるかみたいな。でそれで思い切ったからってさ、村長の頭をさ、トマホークでやることあるがね。もうちょっとなんかやりようあったし、過剰だよね。ね、なんか振り切れるかっていう、止めるとかじゃなくぶち殺すだから、ね、そう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 、思い切り良すぎるよ。ぶち殺し、ゼロか100かしかないったら、やるならやるんだね、完全に。あ、まあ、そういうのが極まってるのはやっぱラーメンマンの漫画の方で。ああ、そうなんだ。あの、ラーメンマンはわしの可愛い弟子じゃ、だからこの手でとか言ってたら、あの師匠を襲ってきたのラーメンマンが、あ、腕突き刺して去っていくやつ。わざとなのかな、違うよね、多分そこをギャグ狙ってないよね。狙ってないと思う。狙ってないからすごいよね。なんだっけ、あの、このここをキックするんだとかなんか言われて、ああ、キックしたら尖ってるところでギャーってやって血吹き出すと思うと。そんなラーメンマン、あー、結構どうかしてんだね、その辺のセンス。ラーメンマン、アニメのオープニングすら面白いもんね。ああ走ってって、走って北暴れしたら帰っていくやつ。
トラと向かい合ってて、トラビョンって襲ってきたところ、ラメはジャンプで避けるやつ。ああ。戦うとかじゃない。なんでなんだろう。そういうギャグではないよね、やっぱり。ああ真面目にやってんだよ。愛を背にしてあれ何回も言うけどさ、あの門から去っていくシーンもさ、適当に何も考えずにやれるもんじゃないっていうかさ、書いてるわけだからね、現に。要するに誰かがちゃんと考えて門に入ってって人暴れして出てこようっていう構成を考えて書いてるんだよ。そうだよ。そこがさ、すごいなと思う。なんか橋っぽいとこで戦ってんだよね。で、さっさと帰ってくる。あれさ、どういうことなの。カメラ同じで、その奥に行くラーメンマンの後に橋で戦って入って、全く同じ構図で帰ってくる。手前に走ってくるんだ。あれさ、これさ、たまにこの放送で出るからさ、気になってる人いたらちょっとラーメンマンオープニングとか調べるとさ、多分 YouTube に本編の公式動画あるから、あれで出てるから。あのオープニング映像ほんと謎だからね。門に向かって走っていって人暴れして帰ってくる映像、なんか諦め感出ちゃってる。トラジャンプ、あれ どうしてんだろう。なんか子供たちみたいなパネル持ってて、パネルひっくり返すとラーメンマンの顔出てくる。あれもちょっと謎だけどね。独特の世界観だよね。でもアニメまだまともになってるからね。漫画やばいから。漫画のラーメンマンは本当にすごい。そんなのね。ちょっと連続で読むの辛いレベルで疲れるから。すごいね。面白いは面白いんだけど、なんかツッコミどころが多すぎてさ、疲れる。なんかラーメンマンが少年の時に出会ってちょっと稽古つけてたやつが暴れ者になって再会してみたいな、なるほど。最終的にラーメンマンがそれを倒して終わるんだけど、そのあこれは そいつの背中にその修行してた時について葉っぱそのままついてるわけ、でその葉っぱついてるっていうところは鍛えられてないぞっつって、そこを殴ってあいつ死んで終わりみたいな。葉っぱついてるとこ鍛えられてない。よくわかんないね。なんで葉っぱついてるのかわかんないし、ずっと何十年も。ああなんかのパロディーらしいんだよ、それは。なんかの映画のネタパクってきた的なやつらしいんだよ。そんなことあるかね。ラーメンマン面白いよ。すごいね。ラーメンマンの仲間の名前ガンダムだから。すごいね。ガンダムだよ。マジ漢字一応汗字になってるけど、ガンダムだから。はぁ。しかもガンダム要素ないよ。なるほど。読書を使うやつですよ。ガンダムって名前。名前だけガンダム。でもまあそれは意識してるよね、きっと。だからアニメだとガダムになってて。あぁ。っていうことはやっぱり漫画ガンダム意識してるんだよ。なるほどね。ガンダム要素ないの。ガンダム強いて言えば片腕のやつだから、ラストシューティングだ。あ、腕片方ないんだ。うん、腕片方ないんだけど、途中で腕両腕あることになってるっしょ。理由とかなかったと思う。なんかデザラメなんだね。そうね。死んだやついつの間にか復活するの。理由とかなく。ほー。なんか倒された、なんか空中で岩蹴って攻撃するやつが、いつの間にか生きてたことになって、また死んで。なおかとまたいいの、普通に。やばいね。でもいつの間にかなんかみんな死んだ感じになって、遺廃から蘇る遺廃人間になって復活したぞとかなったりするんだよ。はー。一撃食らうとまた遺廃に戻る。ギャグ漫画なのかな、やっぱり。遺廃に戻ったやつをラーメンマンがもう一回なんか念仏かなんかやって復活させて、あ、見ろみんな仲間復活したぞとか言ってんだけど、また一発食らったら死ぬじゃん。それ弱だよね。やってることが不思議なことになってる。ラーメンマンの仲間弱いからね。なるほどね。しかも一回ラーメンマンが完全にぶち殺したやつが何人か蘇って仲間になってるのも、あ、本当謎なんだよ。怖いよね。筋肉マンでももうちょっと理由つけて生き返る方が多いと思うんだよ。ラーメンマンあんまない。すんごい恐ろしいセンスだね。ボーズマンとか一応蘇るときちゃんとあったもん、ね、説明が。超人墓場で
弾を取ってどうみたいな。ウォーズマン、そうだっけか。ああ、多い編でさ。うん。あの、相手がなんだっけ、マンリヒかなんかと。ああ、ああ、ああ。超人墓場からのボンベがなんか蘇らせるかして持っていくんだよ。ただなんかそのウォーズマンの戦闘能力とかのデータを入れるの忘れたわっつって、すげえバカなラーメンパンじゃねえよ、ウォーズマンが詰めてきて、ベアクローン投げるじゃん。ああ、そうだね、そうだね、そうだね、つけるやつ。ああ、それ覚えてるわ、すごく悲しいし。ああ、何をするんだウォーズマン、それはそうやって使うんじゃない、ベアクローン投げるなんて。で、その辺に落ちたモップをロビンが頭につけて、そうだね、バラクーダだ。そう、すげえ面白いけどね。バケバカってかと、バラクーダの花瓶地ってそんなもんってことだよ。まず医療ミスおかしいよ。ああ、何医療ミスしてんだよ、モップ。アホなの復活だよ。あの試合のせいで確か6人ぐらいいんだよ、ゼブラ戦かな。メンバー5人のはずなのに、あー、そのミート除外してボーズマン追加させたから6人チームみたいになってる。なるほど。みんなかっこいいこと言っちゃって、私だってかっこよさでも引けを取らんぞ。諸君、諸君、悪魔将軍が好きかな、あの歌系は。うん、すごいかっこいいやつ。悪魔将軍の中にな、すごい不気味なやつ。サタン、そう、歯向かう愚かなやつよ。栄養野郎、栄養野郎。そう、これも聞き間違える、ね、栄養野郎。え、栄養野郎なんだよ。そう、栄養ある死をやろうってことだ、うん、それがただなんか栄養野郎って言う。だから、その悪魔六騎士が将軍に入っていくじゃん。あ、そうだね。あれ栄養やろうってことなのかな。ああ、なるほどね。それだと六騎士歯向かってるってね。サタンに歯向かう。サタンに歯向かう。栄養やろう。栄養やろう。死ぬがよ。ね。栄養やろう。あの歌さ、なんか僕の中でそれみ多いんだよ。サタンに歯向かう愚かなやつを。私と戦う栄養野郎も栄養野郎に聞こえるし、うん、その次なんだっけ、なんとかかんとか担当の絵で死ぬが良い、あれなんか死ぬが多いみたいな聞こえるし、なんとかたんに風が吹くリングに広がるマスク危うさ将軍、危うさつってるのは誰なの。そうだよね、将軍に従ってる人だよね、六騎士かな。そうだね。俺はペンタゴン。ああ、あれもかっこいいよね。急所封じでか、お前今忘れてたかもしれない。急所封じでなんとかかんとか弾頭大で死ぬがよいか、ペンタゴン。なかなか強敵だったね。アシュラマンの歌もすで、なんか昭和のアイドルっぽいよ。うん、プラネットマン。ああ、スイッチ、あの頃まだスイッチに近本ドッテン解明っつってる。うん、ジェイデッカーはドッテンメーカー。ああ、なるほどね、時代変わってるから。ああ、エッディングで。なるほど。ケンダマンとかもたかっこいい。ケッ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 ケンダマン、ね、ブラックホールもいい。ああ、ブラックホール、そうね、あの終わり方がこういう終わり方っていうか、その一番の歌い終わりというか。ああ、じゃあ筋肉マン、愛とやらに別れを告げな。あれ、あの筋肉マンのなんだか版の単行本にさ、ブラックホールの、なんか毎回超人のシールついてんだよね。ああ、で、ブラックホールのシールにさ、ああ、毎回なんかこう、各キャラクターにセリフ付きのシールが付属してんだけど、なるほど。ブラックホールが私の顔の中を覗いてみろって書いてあって、ああ、僕一回マジで覗いたことある。ああ、なんか覗いたらなんかギミックあるシールなのかなって一瞬マジで思って、ああ、わざわざ覗いてみた。
よって書いてるし、なんでもなかったよ。あれはペンタゴン閉まってるけどね、多分今日やってないだけだと思う。あそこも撮影禁止だけどガシャポンは多いんで。ああ多いね。でも多分ゾンビは置いてないんじゃないの。どうだろう、なんかどうしようかなと。そうだね、なんかでもバチチ戻ってちょうどいいぐらいかっていう気もね。戻りつつまあどっかになんか食券ある店あればちょっと寄っていただいて。なるほど、アギとかおうかなって思う。どこがいいかな。どこだろうね。伊藤洋華堂とかにするか。ああ多分あるよ。前ないとかってのはそこだもんね。え、うん、あ、まあジャスコの方がいいか、順当に。ああ、まあ近い方だな。ゾンサガラマスとまさか入荷しないかな。 あそこ超いっぱいガジャポンあるからね。ねえ、食玩コーナー近くに。どこかしかにはさ、入ってでもいいのにね。ああ急所封じで届くまでドゥルル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 長期にわたってランキング内に残る傾向にあってさ。なるほど。ただね、ガルパンだけ一向に浮上しないんだよね。人気ありすぎるからかな。多分そうだよね。うん、なんか時代がちょっと空いたしね。あ、そうなんだよね。新作じゃないからね。一番人気なのがでもハッピーシュガーライフの数だよ。タイトルすらあんま知らないから、ね、マジで謎だよ、そのあれね。なんかまあ見れば面白いんだけど、ちょっと暗い気分になる時もあるねっていう。あのさ、絶対にさ、まあ、要はヤンデレ主人公系のやつなんだけどさ、なんかこう普通のヤンデレ系と違ってさ、毎回出てくるさらに頭おかしいやつをヤンデレパワーで追い返すぐらいのさ、誰も殺さない平和な作品じゃ平和な作品なの。なるほど。ただね、10話高でついに死人が出て、はあ、それがさ、一番死ななそう、オブ死ななそうだった主人公の友達でさ、主人公の秘密知っちゃったのを止めようとするんだけど、はあ、あのね、なんていうの、要はそのオーブ、我々がこうガンダムシード見てオーブに感じたみたいな感じでさ、うん、間違いなくその神竜が主人公をヤンデレの世界から救うっていう流れかと思いきや、急に後ろから押さえてさ、うん、あのもうダメだわって殺すんだけどさ、なだじゃん。そうそうそう、なだ。あれさ、もうその死ぬ直前までさ、うん、まあ、主人公の説得をひとしきり終えて帰ろうとしてるその神竜が、なんかまあ言ってるのをこうちゃんと聞いてるか分かんない感じだったけど大丈夫って、私が絶対にあの人をこう元の明るい世界に戻してあげるからって前向いた瞬間口ガッて塞がれてさ、でナイフで首やられるんだけど、その死ぬまですごい長くてさ、そんな残虐な話だった。それまで全然そんなことないんだよ。その回で急にだよ。なんかさ、あれすごい嫌でさ、首刺してさ、そっから血心臓に合わせて出てる音すごいリアルなんだよ、うん、で、なんか息してるのが動かなくなるところのなんか音すごいリアルです、うん、あれしばらく暗い気分になる。なるほど。あとヒソネとマソタンとか、うん、興味ないね。あれ面白いんだよ。絶対見る気になんねえ。なるほど。よくわかんない。ああ。昔最近のアニメ見るのほんと稀だからね。え、今一番楽しいなって思ったのはエクスカイザーだ。なるっす。この間エクスカイザー見たやつね。あのエクスカイザーなんであんな重々しいオープニングなんだろう。ああ。ちょっと気になってるんだけど。で実際面白かったよね、エクスカイザー。確かに見やすいよね。ああ。誰も死なないしさ。あれだってあれだもん、君がダグオンとか送ってきた時にさ、エクスカイザー入ってたらハマってたもんね。かっこいいオープニングしてよ。ああいうのいいな、やっぱり、うん、なんであんな重々しいオープニングなんだろうよって。ああ
ダガーンの歌みたいなやつの方が多分番組の雰囲気に合うと思うんだよ。なるほどね。うん。でもエクスカイザーなんかシリーズ